はい、それでは、次の曲に行きたいと思います。次の曲は、北広島市にあります、島松地区、そこで、中山久三さんが北海道で初めて、稲作に成功した場所ということなんですけども、その、中山久三さんをたたえまして、竹林明先生と作りました、命をありがとう、聴いてください。春とはいえども雪解け水の厳しい季節を乗り越えて大地に波打つ稲穂の花を夢に描いて育てた赤毛あなたが残してくれたから小さな赤毛の命を支えています。夏には緑の風吹き渡り花咲き始めた水田も秋には黄金に色づきながら強く生き抜く力をくれるあなたが流した汗と血が赤毛の心に注がれたから来たの。
ありがとうございました。